難しいじゃないですか。なんかイベントっていう名前の時とさ、公演の時があってさ、なんかみんなが何をどうカウントしてるんだろうみたいな。で、私はまだそのアイドルエッセンスと一緒になったことはないんだけど、今日のチカナみたいにその一つの公演で二つのユニット出ても1カウントにしかならないとか、なんかいろいろそれぞれで数え方があるらしくて、なんか何が基準なのかあんま分かんなくて、まあ、自分でも数えてないんだけどそうだから200回、みんながに200回って言ってくれんならじゃあ200回かみたいな感覚なので、あの本当に200回なんだ、なんかすごいすごい実感があるわけではないんですけど、まあなんかみんなが200回だよって言ってくれて、お花まで用意してくださったから、じゃあ200回出たってことにしようみたいな感覚です。結構でも嬉しい、ありがとうございますそういっぱい皆さんにお祝いしていただきました、ありがとうございます。そうだからなんか安藤さんとかにも確認したんですよ。今日ファンの方が私200回だよって言ってくれるんです、言ってくれたんですけど、200回なんですかって聞いたら、なんかそのやっぱそれぞれ数える方によってなんか違うらしくて、なんかこちらも把握できてませんみたいな感じだったから、じゃあもうファンの方が200回っていうのは私は200回だみたいな感じでした。ありがとうございますそう、お花もいただきました、ありがとうございますめっちゃ可愛いお花届いた、ありがとうございます。でもその私が劇場公演デビューしたのが3年前の7月の14日で、多分他のグループさんのメンバーに比べたらやっぱりその劇場公演やってなかった期間もあるし、ユニット公演になってからそのやっぱ掛け持ちしてるメンバーとかに比べて、私月1しか公演なかった時とかあったので、まあ、3年で200回ってだいぶ少ないんじゃないかなとは思うんですけどね、多分他のグループの方に比べたら全然少ないと思うし、まあ、先輩と比べてもやっぱ公演できてなかった期間みたいなのがすごいいっぱいあったり、人によってねだいぶ差が出てきてしまってるので、まあ、少ない方なのかなとは思うんですけど、でもまあこれからもうマイペースにまあちょっと今はね、ドラさん怒涛のドラさん公演がちょっと予定されてるんですけど、いやでも本当に去年の今頃は月に1回公演があるかないかね、しかも平日みたいなレベルだったので、そう そうなんですよ。まあでも本当にこれからもマイペースに 劇場を出させていただける時には全力でやりたいなと思います。はい ね、公演来てくださった方もありがとうございました、本当に。ね、本当にそのやっぱユニット公演になってから出られなかった期間は、なんか劇場公演そのものがない期間よりも結構私は苦しくて、まあみんな多分知ってると思うんですけど、そう、なんか劇場公演ができなかった期間、まあコロナだったりとか、まあその前もねお休みさせていただいてた期間ありましたけど、「夢しな」が始まる前とか、なんかそれはみんなが一緒だったから、なんかそこに対してもちろん私たちのそのホームなので劇場は、そう初見です、ありがとうございます、ありがとう ぜひフォローしてください。だからその時はみんなが同じだったから、なんだろう、まあ仕方ないと言ったら仕方ないというか、なんかホームだけど私たちのなんか立てないみたいな感じだったけ
ど、ユニット公演が始まるちょうど去年のまあ今頃とかはやっぱメンバーによって差が、そのユニットをいっぱい持ってること、私は一つドラさんだけだったので、でしかもなんかその時はあのシングルのセンターをまあさせていただいてた頃というか、まあシングルは7月に出したものだったんですけど、だったのでなんかやっぱり自分の中でももっともっと前に出なきゃっていう気持ちはあったんだけど、でもなんか自分たちでどうにかできることではなかったから、劇場ってそのなんだろうな、せっかくこうシングルのセンターも務めさせていただいてて、なんかその中でも劇場はやっぱりファンの方との距離が近いし、あのこうよりファンの方に見ていただける機会だからこそ、その期間にやっぱりめっちゃ劇場出たかったなっていう思いもありながらも、でも自分でどうにかできる問題じゃなかったから、結構その頃が一番苦しかったですね。月に1回しか公演ないし、夜公演しかないし私結構根に持つタイプなのでなんか他のユニットがなんかめっちゃ毎週やってないみたいな感じだとだいぶ根に持ちました。もうなんか公演回数数えてた、勝手に自分の今まで出た回数は数えないのに、その今までの3ヶ月ぐらいでそのユニット公演が始まってから、このユニットはもう全部で何回やってるとか、浦さんはこれしかやってないとか、だいぶ根に持ってたまあ今はね、そのおしゃべり会の関係だったりとか、あとはまあ今日はね、あのアルビさんの試合があった、アルビ BB さんの方で試合があって、かかとメンバーがそっちに行かなきゃいけなかったから、あのかかとメンバー以外のメンバーでできる公演ってなった時にドラさんが上がってみたいな、なんかあとはまあ生誕祭関連で今はドラさん公演をたくさん入れていただいてたりとかなんですけど、そうだからなんか今はすごいあのたまたま生誕祭、ドラさん、ドラムメモのメンバーの生誕祭がこう続けてあって、ドラムメモみんなその組み合わせでやってるっていうのと、まあ、今日はかかとメンバーがいないユニットっていう風になった結果がドラさんだったので、なんかたまたまドラさんが固まってるっていうことではあるんですけど、そうだからタイミングなんだよね。そうでもだからでもそれでもやっぱり私にとってはこのタイミングでしか、その時シングルのセンターをさせていただいてて、このタイミングしかないって思ってたからこそ、なんか自分のできる部分がすごく少なくて苦しかったなという感じではあったんですけど、でもこうやってねみんなであの公演の出演、またこうやって公演出させていただいて100回おめでとうって言っていただけて、そうまあマイペースにかもしれないけどそうでもこうやって着実にね回数を重ね、でも回数重ねるだけじゃもちろんダメだと思うんですけど、そのドラさん公演もねこういっぱいあるからこそもっともっとあの完成度を上げていきたいところなんですけど、でもまあゆっくりとではありますが出演たくさん劇場に立てて嬉しいです。そうでなんか今日のその私が200回を迎えたっていうので、でみんな大体もう200回超えてるぐらいなんですよ。そうちかなとかゆなことかかいりも迎えたかな、かいりはまだかな、わかんないけど、力というのかも200いってましたよね。まあユニット3つぐらいやってるからそれもあると思うけど、そうでまあ私たちまあ3年前の夏秋ぐらいに劇場デビューして、まあ大体全員200回ぐらい公演やってきた中で、なんか思い出に残ってる公演ありますかみたいなね話を今日の昼公演の MC でしたんですけど、あのねな
そう、私はヤヒが鼻血が出ちゃって MC のあと全然帰ってこないっていうのが、まあ、一緒に残ってるって言ったんですけど、でもなんだろうな、ドラさんで、ドラさんは謎にみんな同じ場所でアンダーデビューだったんですよ。なんか絶対もっとさ、それぞれが違うポジションを覚えてればさ、アンダーデビューもっと早かったかもしれない。謎になんでみんな同じポジションでアンダーデビューさせられたのか未だに謎なんですけど何なのあれ、今だから言うけど、なんでみんな同じポジションだったの本当にでもそれでようやく5人、ドラさん5人みんながそのポジションで公演デビューして、公演デビューした後、そう、次のメンバーが待ってるから、次の別のポジションを覚えないとまた出られなくなっちゃうんですよ。せっかくアンダーデビューしても、その場所を次の子がアンダーデビューするから、また別のとこ覚えなきゃいけなくて、なんでそんなことしたんだろう本当にそう、でもそれでようやく5人みんなが劇場デビューして、祈りポジでした後に、それぞれが、まあ、2ポジ目とかを覚え始めて、あの初めて5人全員がアンダーとして劇場一つの公演に出た日が、あの大阪の出張公演だったんですよ。それまでは、まあ、一人一人がその場所でアンダーデビューして、その後まあ2ポジ目とか覚えたりとかして、あの2人3人がアンダーで出てるとかがあったんですけど、5人全員がアンダーとして一つ全く同じ公演に出れたのが、大阪の出張公演、 N3 の大阪の出張公演が初めてで、そう、なんか出張公演も私たちはその大阪の1回きりしか、あの経験してないんですけど、 N3 と G とで経験してないんですけど、でもそのすごい、それも貴重じゃないですか。出張公演自体もすごく貴重なことなんですけど、そこにアンダーとしてね、私は N3 も G も出たんですけど、アンダーとして出れただけでもすごく、あの貴重なこと、出張公演経験できただけでもすごい貴重なことだけど、出張公演の日にドラさん全員があのアンダーとして一つの公演に出れた、これ劇場で言えばよかった。なんで私ヤヒの話、かわいそう、ヤヒに申し訳ない、なんであの話しちゃったんだ、絶対ドラさんの話するべきだったわ、なぜ今ここで言った。あ、そういうことにしてください。皆さんの記憶じゃあ書き換えといてください。じゃあ DMM には残っちゃうんですけど、皆さん書き換えておいていただいて、今からいいこと話しますそう、それがその大阪の NMB さんの出張、 NMB さんの劇場をお借りして出張公演だったんですよ。そう、でその時なんかその前日までゆなこが青森にいて、なんか多分ガタフレの青森のロッケだったかな、大阪の出張公演の前に。でしかもゆなこはそれが2ポジ目だったんですよ。みんな祈りのポジションでデビュー、全く同じ場所でデビューした後に、多分その出張公演の日は帰りがそのポジションのアンダー入ってたかな。でゆなこがあの新しいポジションに入って、それで初めて5人みんなが一つの公演に出れたんですけど、でもゆなこが前日まで青森でガタフレのロケをしてて、その出張公演の日の朝に多分青森から大阪まで来たんですよ。青森ってからなのか、ちょ東京からなのか分かんないけど、経由してるかはさすがに分かんないけど、そう、その前に青森のロケがあって、でしかもなんか大阪の劇場とその NMB さんの劇場と新潟の NGT の劇場のそのバミリの幅が若干違うんですよ。なんかね、 NMB さんのステージの方が幅がちょっと狭いのね、あの数字の感覚が。そのポジションにこう番号が振ってあるんですけど、ステージって0番から1番までの間の距離がね、NCT は90センチとかだったかな、確か90ピッチっていうのかな、なんか一つ一つの番号の間がだいたい90センチ、ちょっとそれ数字まで覚えてないけど、でもなんか NMB さんの劇場は
ちょっとだけ狭いんですよ、0と1のその一つ一つの数字の距離が若干違うのね。だからその今まで例えば NGT 劇場で公演してた時に、あのそれぞれじゃあ0、1.5、3で立ってくださいみたいなのが、その NMB さんの劇場で同じように0、1.5、3で立った時に若干やっぱ距離が狭くなっちゃうから、こう手を伸ばした時とかにぶつかっちゃうねってなって、あの同じ番号では劇場公演ができないってなって、例えば0、1.5、3で NGT 劇場でやってたものをその0、2、4に変えますとか、なんか若干一つ一つの数字が数字の間が狭いから0、1.5、3だったものを0、2、4にしてだいたいちょうどいい幅みたいな感じで、なんか全く同じ公演、 N3 は誇りの公演、チーム G は栄狩り公演って、あの演目自体は変わってないんですけど、出張公演でもだけど、そのステージがやっぱ変わると若干そのポジション変動みたいなのがあって、今までだから公演として覚えてた数字とかも全部1から覚えなきゃいけなかったんですよ、出張公演に行った時。そうだから、それもその今まで自分たちが普通に自分のポジションとして入ってた番号と違う番号に立たなきゃいけない、それを1から覚え直さなきゃいけないっていうのも大変だけど、なんかゆな子はその2ポジ目の初日が大阪だったんですよ。しかも前日青森に行ってて、そうだからなんならもう大阪の NMB さんの劇場の番号でこうすり込んじゃえば、そういう初日は確かに大丈夫だったかもしれないけど、でもただでさえ新しいポジションに入るときってめっちゃ緊張するんですよ。それが見慣れないステージって多分めっちゃしんどかったと思うんですよ。しかも前日までロケしてるって、すっごい。でもそれが加入してもう半年ぐらいで、ゆな子は多分劇場デビューしてから、あれって何月だったっけ、2期目とかやってた、じゃんけんの後でしょ、でもやっぱ10月とかそれぐらいなんですよね。だから多分ゆなも劇場デビューして2ヶ月とか1ヶ月違うとか、そんぐらいなのかな。で2ポジ目で知らないステージでみたいな、すごいよね本当に。そのなんか今まで覚えてきた数字と全く同じポジションで全く同じ振りをするんだけど番号を変えるみたいなのは確かに混ざって、それはそれで大変なんだけど、初日新ポジ初日が全く知らないステージっていうのもだいぶ緊張したと思います。懐かしいね。でもなんかそれでユナが頑張ってその2ポジ目に入ってくれたから5人全員で出張公演行くことができて、そうで、その大阪の出張公演があった時に、そのさっきもちょっと話したんですけど、2期生がじゃんけん大会で準優勝になったなんかご褒美イベントみたいなのを新潟の劇場でやってたんですよ。でそれ以外のメンバーは出張公演に行ってるみたいな感じで、だからドラさんのポジションがすごい微妙だったんだよね。2期でもないし、でも公演も、まあ、それぞれアンダーデビューは終わってるけど、ポジションがまだなんか入りきれてないみたいな、なんか5人全員で出るにはまだポジション覚えきれてなくてみたいな。だからもしかしたらその誰かがポジション2ポジ目とか覚えてなかったら、ドラさんの数人だけ新潟に放置みたいな、でもなんか劇場に出る場もなくみたいになった可能性があるんですよ。多分それもあったから、多分ユナのその過酷なスケジュールの中でも日本締めを入れたのかなって最近は今になってすごい思うけど、でもユナがあの時日本締めに入ってくれたから、その私たちも出張公演の方についていくことができて、5人で初めてあの一つの公演に出ることができたっていうのが結構すごい私は印象に残って、なぜこれをさっき劇場のステージの MC で言わなかったのか、ちょっと今後悔してるまた来てほしいね。出張公演できたらいいんですけどね。今でもやっぱ新潟の劇場でさえもね人数制限してやってるから、
出張公演はすごい夢のまた夢なのかなみたいなところありますけどね。そういや本当にだからあの時5人で出張公演行けてよかったなって。それでまたなんかさ3人とかしかさ出張公演行けませんみたいなのも本当に悲しかった。5人で大阪行けてよかったです。でも5人で大阪で遊ぶことは結局なかったんだよね。なんかその N3 ドラさん全員で出たのは N3 の誇りの丘公演だったんですけど、あの私たちかながその前日にチーム G 公演のアンダーをしてて、でこれが私チーム G 初日迎えた次だったんですよ。そうちかあ違う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 ダメだもうみんな名前が混ざっちゃっておばあちゃんみたいなでゆなこがそのニポジメ初日が大阪だったんですけど、私はチーム G の初日が新潟で迎えて、その2回目チーム G 公演に2回目出るの2回目だった時に大阪の出張公演だったんですよ。だからすごいギリギリだったの。その新潟でのチーム G の劇場デビューしてなかったら多分 N3 公演だけだったんですけど、頑張ってねチーム G 公演の初日が私のアンダーデビューの初日が間に合って、あの大阪の出張公演の方のG アンダーも出させていただくことになったんですけど、それが2回目だったんですよチーム G が。でなんかゆなこはそのニポジメをまずとりあえず NMB さんのステージのバミリで番号を覚えれば、まあ後からね新潟の劇場でいっぱいやればまあそっちに多分切り替わると思うんですけど、私は逆に1回 初日のためにさずっと練習するじゃないですかやっぱり。でだから新潟のそのバミリで初日に向けてめっちゃ練習してきたのに、2回目は大阪のバミリで覚えなきゃいけなかったから、それも結構大変でした。チーム G のアンダー2回目出張公演、新潟のバミリで覚えてやっとデビューできたのにみたいなとこありましたでもやっぱりすごく経験値にはなったかなって思います。なんか当時も握手会とかで関西の方とか行ったりする機会あったんですけど、やっぱりまだデビューしてそのお披露目してから半年ぐらい、その自分たちのおしゃべり会は、まあ、まだ東京の方がまだなんていうの、あの東京での握手会でさえもやっぱりすごいガラ空きみたいなことの方が多くて、でも関西方面行くとやっぱもっとガラ空きみたいなところがあったんですよ。まだまだ全然関西の方には認知されてないみたいな頃だったので、そんな中でも大変だったけど N3 も G もどっちもあの出れたのは、その関西のファンの方にもね見ていただくチャンスがそれだけ多いってことだし、あの時はすごい頑張ってよかったなって思いました。でそのなんかチーム GN3 でなんか日付が違ってね、そうだからチーム G の人たちはさらに前乗りしてたんですよ大阪に。それで私は先輩たちと一緒に USJ に行きましたすごいなんかそんな初日新潟で初日を迎えて2回目でポジションそのバミリが若干違ってもう一回番号を覚え直さなきゃいけないみたいな結構大変な時期だったにもかかわらず、先輩に USJ 行くって言われて行きますってしんどかったんじゃないんかいみたいな、余裕で前日前乗りして先輩と一緒に USJ 行ってた本当によく行ったよ。でもちゃんとその後 G 公演も出ましたからね、それ大丈夫だったんですけど、そうだからアンダーデビューまだに初日迎えただけなのにさ G 公演おもろすぎ。でもめっちゃ楽しかったその時、あの時 USJ 行って正解だったほんとに正解だった。みんなで恐竜のかぶり物かぶって、なんかね修学旅行で中学の修学旅行で1回だけ行ったことあったんだけど、そうでもその時もなんか私中学
一緒に回ってくれる友達いなくて、急に悲しい話しちゃう。そう、中学の時も修学旅行で USJ 行ったんだけど、なんかもうみんな3年生になった途端から、てかもう2年生の段階で3年生の修学旅行 USJ は一緒に回ろうみたいな、なんか前予約みたいなのにみんながし始めて、なんか私一緒に回る人いなくなってて、気づいたら修学旅行そんな前からみんななんか一緒に回ろうって予約すんのみたいなで、なんか一緒に回る人がいなくて、すごいその時誰なんかね、でも部活、中学の部活の子たちの中に混ぜてもらって一緒に回ってたんですけど、結局そう、そこに寄せてって、ちょっとまあ部長でもあったんで、部長権限を使って、ひどい、最低な部長だそう、部活のみんなと一緒に回ってたんですけど、そうなんだから、こうプライベートなのかは分からないけど、そう2回目の USJ で、そうでも全然やっぱりさ、なんだろう、すっごい楽しい、まあ、楽しかったんですよ、修学旅行も楽しかったんだけど、なんかそのものすっごい思い出だったかって言われたらそうではなかったからひどいこと言ってる。だからメンバーと一緒に USJ 行けたのはめちゃめちゃ楽しかったです。本当に楽しかった、行ってよかった。そうだからチーム G の公演のメンバーはその前乗りしてたから、みんなで USJ 行って、次の日 NMB さんの劇場でチーム G 公演やって、でまた次の日その G 公演やってる間に N3 の公演出るメンバーは来て、あの前乗りして、多分さすがにね N3 のメンバーはね USJ 行けなかったんじゃないかなと思うんだけど、そうで次の日 N3 の出張公演でみたいな感じだったんですよ。そうだから私はその多分その200回劇場出演回数今日で200回だったんですけど、その200回の中に大阪での出張公演も含まれてると思うんですけど、そう私は結構それが印象に残ってるかなって思います。出張公演楽しかった、うん、あとはなんかやっぱり自分の初日、劇場公演の初日はの間違ったところとかハプニングは忘れられなくて、そう私は N3 のアンダーデビューが劇場公演初日で、3年前の7月14日が劇場デビューの日なんですけど、まあさっきも話したようにドラさんはみんな祈りはどんな未来も幸せに変えるのがユニット曲のなんか全くみんな同じポジションでデビューしたんですよ。で私はドラさんメンバーの中では2人目に劇場デビューさせていただいたんですけど、今どんな未来も幸せに変えるっていうユニット曲で4人の曲なんですよ。でその曲のなんか感想後にセリが上がるんですね。でなんかその感想後に上がるセリはあのファンの方に一番近いのが1セリで、 LED 側が3セリって言うんですけど、その感想終わりにあのセリ上がるセリが真ん中の2セリと LED 側の3セリだったんですよ。で私はその真ん中の2セリに行かなきゃいけなかったんだけど、緊張しすぎてて初日公演で間違って1セリ一番ファンの方に近いところのセリに行ってしまって、感想が終わった後に祈りはって言いながらウィーンってセリが上がるんですけど、2セリにいなきゃいけないのに
上がらない競りの1競りに行っちゃったから、競りが勝手にどん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 上がってっちゃって、あやばいと思ってピョンってなんかしゃがむふりだったんです。それがなんかしゃがんで待つみたいなふりだったんですよ。でしゃがんでる間に競りが上がるみたいな感じだったんですけど、しゃがんで待ってる時に、おっと後ろの競りが上がってるぞみたいになって、やばい間違ったって思って急いで競りに登ったっていう、もう一生忘れられない、もう超失敗。これが N3 公演の時の失敗です。でもなんか本当にまだ競りが上がって数センチくらいの時に登ったから全然怪我とかはなかったんだけど、もうとにかく焦りました。初日公演だって今まで初日に向けて練習していくわけだからさ、絶対に今まで間違ったことないところで、そう緊張しすぎて間違っちゃったから、さもう本当に一生忘れられないですね。であとその G 公演の初日、その USJ、 間違った USJ じゃなかったあの大阪での出張公演がチーム G 公演の2回目だったんですけど、そのチーム G 公演の初日、多分2日とか3日前に新潟の劇場でチーム G のアンダーデビューしたんですけど、チーム G のアンダーデビューもまたハプニングがあって、てか私がやらかしたんですけど、あのチーム G の初日はそれまでめっちゃ順調にいてたの。なんかもう振りも全然間違わずに来てて、ユニットも終わって、ユニットの後の曲も終わって、全部超いい感じだったんですよ。やっぱ N3 の初日の時はユニット曲で失敗しちゃったんですけど、チーム G の時は本当にノーミスでアンダーデビューできてよしって思ったんですけど、あの私はその後なんか本編の最後にファンレターっていう曲があって、そのファンレターの曲の前に着替えが発生するんですよ。だから MC を前半後半に分けて、前半メンバーが、だからメンバーの半分が MC に出てる間に他のメンバーが着替えて、で着替え終わったメンバーが後半 MC として出て、前半 MC やってたメンバーが着替えて、でファンレター歌うみたいな感じなんですよ。全員が着替え終わった状態でファンレター歌うっていうのが本編のラストだったんですけど、私は後半 MC の人だったのね。だからあの街角のパーティーっていう曲があるんですけど、その街角のパーティーが終わった後にはけて着替えて後半 MC に出なきゃいけなかったの私は。だけどなんか私緊張してたのか、あのここまでノーミスできたことに安心してしまったのか、はけるのを忘れてしまって私は着替えて後半 MC に出なきゃいけないのに、そのままその場に残っちゃって前半 MC に出ちゃったんですよでなんかしばらくそのまま前半 MC に参加してたんですけど、途中で、あ待って私ここじゃない、 MC のメンバーこの人たちじゃない、一緒にやるのって気づいて、でもなんか途中でさ MC 抜けるわけにもいかないから、そのまま何事もなかったかのように前半 MC として出て、後半 MC の人とバトンタッチして、まあ、着替えてファンレター出たんですけど、だからなんだろうな、最悪それで良かったの、良かったんだけど、何が悪かったかっていうと、ちゃんと着替えてファンレター出れたから別にそれは良かったんだけど、あの何を間違ったかっていうと、その私が本来出る予定だった後半 MC の内容、MC で話す内容が、その私がチーム G 公演の初日を迎えたから、なんかその私に関する MC みたいなのを後輩 MC で用意してくださってたんですよ、先輩方が。だから私がいなきゃ成り立たない MC のなんかテーマだったん、トークテーマだったんですよ。だけど私が間違って前輩 MC に出ちゃったから、全てが狂ってしまって、後輩 MC のトークメン、なんかトークテーマが、そうだから最悪その間違って前輩 MC に出てても、そのまま着替えでちゃんと次の曲に間に合えば、まあ、全然大丈夫だった話ではあるんですけど、よりによって MC 内容が私がいないと成り立たない MC をしちゃってたから、
やばい、やらかした、めっちゃ先輩に迷惑かけちゃったって思って、もう終わった後超謝りました。でもみんな優しいから、全然初日だからね、緊張してたよねって言って、あの全然みんな優しかったんですけど、でもう本当になんかやっぱ後輩としてさ、アンダーとして出させていただくから、もう先輩に一番迷惑かけちゃいけない、それがもう一番な感じなんですけど、もう本当に焦った。よかった、みんなが優しくて。その後そうだから後輩無視、結局何話したのか覚えてなくて、私もう頭が真っ白でした。そうだから、あのパフォーマンス自体は全然ミスなく終えることはできたんですけど、 G 公演は。だけどその大事なね MC 部分を間違えました。そう、でもそうだ、やっぱ劇場公演200回出てきて、私が印象に残ってるのはその自分の劇場、それぞれ N3 と G の初日のハプニングと、そのノラさんみんなで出れた日とかかな。まあ、ヤヒの話もあるけど、LED 開かなかったのもめちゃめちゃ記憶にやっぱ残ってますね。あとはなんかその公演として、その自分の200回の中のうちの何回目とかっていうわけではないんだけど、やっぱ研究生公演はめちゃめちゃ思い出に残ってて、その帰りの星の温度のカメラ目線とか、あの劇団、まあ、今さ劇団はるか村をさやってますけど、村民会議でなんかもともとサラが寸劇やってて、なんかねあの当時は私とちかなとななみとあとさらと青とひのがあの ユニット明け MC を担当してて、なんかそれぞれのメンバーが毎回仕切りをやってて、交代交代 でその仕切りをやるメンバーが MC の内容を決めるみたいな感じだったんですけど、なんかねそう大喜利みたいなのやったこともあったし、なんかいろんなことやってたんですけど、なんかサラが MC の仕切りだった時に謎の演技をさせられたことがめちゃめちゃなんかでも曖昧な記憶しかないけど、なんだったか、なんかお嬢様ごっこみたいなのをやった気がする。なんかサラが仕切りの時は結構不思議なものが多くて、まあ、当時中学2年生なんだったんだろうあれ。なんかみんなでお嬢様になりきるみたいな MC があってだいぶぶっ飛んでましたね。なんか その時なんだっけ、なんか多分先輩が公演の MC で、あのえさんか、なんかのえさんが N3 公演の MC でそのなんかお嬢様ごっこするみたいなMC やってて、それを多分真似したんだよね、サラMC の時に。そうだ、なんかそんな気がします。なんかそんな不思議な MC もあったし、そうなんかまだ残ってるかな、なんかユニット MC のグループあったんだよね。なんかやっぱそれぞれ MC 内容が被らないようにするために、あったかな、もうなくなっちゃったかな、私でも抜けたりして、あっあった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 、ユニット明け MC、 なんかメモみたいなの、あった、メンバーのびっくりした行動モノマネプレゼン、研究成功ベスト3ってなんだろう、サンタさんとは何か、あやなんかやったく、クリスマス公演かな、サンタさんとは何か、なんか子供に聞かせちゃダメみたいなこと言った記憶あるわ私、これやりましたね、そんな MC。 みんなわかりますか、研究生公演の MC。 あとは
心理テスト、あ、サラ心理テストやってた。クリスマスに好きな人と過ごすなら、ジェスチャーゲーム、今だから言えること、2020年大予想、ヤヒについて、ミナちゃんについて、聞かないと、あ、生誕バージョンね。え、懐かしい、すっごい懐かしい。自分はどう見られてるか、あ、なんかあった、力のやつだ。自分はどう、あ、あったあったあった、お嬢様になったとしたら、あれ、これ待って、サラじゃないわ、これ日野だみたいな、こうやってね、メモに残してね、誰が何の MC やったかみたいな、残ってん、秘密暴露、加入して成長したこと、絵描き歌、わ、待って、絵描き歌めっちゃ覚えてる、絵描き歌すごい謎だったな、絵描き歌面白い、しかもこれがちゃんとスケッチブックを使った MC か、ただただ普通の MC かみたいな、全部マークつけてやってて、メモしてて、え、もう私たちここのユニット MC めっちゃ頑張ってたんだから、ユニット MC のグループ LINE があるんですけど、すっごく頑張ってるよ。わ、早口言葉対決、研究生公演でのメンバーの好きなところ、あ、これだ、小宮山催眠術だ、懐かしい、もうサナが卒業する前にちょっともう一回やりたいような、やりたくないようなそうだ、謎の演技させられてたのこれだ、小宮山催眠術だ、聞いたことありますか皆さん、イラスト伝言ゲーム、青ちゃんのお悩み相談室、まあ、やってほしい青に、お悩み相談室懐かしいな、好きな食べ物プレゼン、穴があったら入りたいこと、物申す、嘘つきは誰だ、 NG ワードゲーム、お皿を、最近言われて嬉しかったこと、理想の休日の過ごし方、懐かしいね、え、懐かしいね、すごい超打ち合わせしてる、頑張ってる、今日のユニットアケムシーはみんながお嬢様になりきって、もし自分の国を持つとしたらどんなものになりたいかについて話そうかと思います面白い、地域別の言い方を発表してほしいんですけど、どれにしようかのやつとか、グッドパーで分かれるとか、あーあー、そういうことね、2時間目と3時間目の間の休み時間の言い方そんなこと MC で話してたの、地域性、地域によって言い方が変わるよみたいな、そういう MC にしたかったんだね、でも結局これはやらなかったみたいやらなかったみたい、明日のユニット明け MC 変えたいです、すみませんって、七五三の時期なので、みんなの小さい頃の面白いエピソードとか何でもいいので考えてほしいです、面白い、ユニット明け MC 最近ゲームしすぎだよね、何しよっかめっちゃ考えてたんだよ私たち、このユニット、ユニット声じゃない、ユニット明け MC、 話すだけだとまとめるの盛り上げるのが難しいから、ゲームだと楽だけど、ちゃんと話す力も鍛えなきゃって思う、盛り上げられる話の MC 難しいよね、うんうんめちゃめちゃ格闘してる、すごく頑張っている、小宮山催眠術とかお嬢様みたいな寸劇系は結構人気だよね、たまにでいいと思うけど人気だと思う人気だったのかな、だってみんな今春カムラの劇団春カムラみんな呆れてるよ面白い、この間のも人気だった、何が人気だったのか分かんない、この間も人気だった、でもその分事故りやすくもあるからねって、吹っ切らないとダメだよね、かわいい、私たち2年前の私たちの会話面白い、頑張ってる年してから成長できたこと、前はこうだったけどこれができるようになった、お話ししてもらえればと思います、
面白い。わっ、安藤くんを振り向かせる萌えキュンセリフ、懐かしい。安藤くん、海里くんとかってありましたよね。もう、え、待って、でもさ、緊急性公演のさ MC で言うとさ、佐渡終わり、なんか私たち研究生、当時の研究生メンバーの中でもなんか大人メンバー、高校3年生以上のメンバーで佐渡へ渡るっていう曲をやってたんですけど、その佐渡へ渡るっていう曲が終わった後にそのメンバーで MC をちょっとやってから、あの高校2年生以下のメンバーにつなぐみたいな流れがあったんですけど、その時になんかさ MC の式をミリーとかがやってたのかな、ミリーとかカイリとかがやってて、そこでなんか台本でなんかカイリがそうだよねって言うみたいな、なんかそれは別に台本通りじゃなくてもいいんですよ、絶対言わなきゃいけない言葉とかじゃないんだけど、もうあのカイリだから台本に忠実にそうだよね超棒読みな、そうだよねって入って、でもなんかそれがみんなから割と人気になっちゃって、あれ今日はカイリちゃん言わないのかなみたいな、毎回カイリにそうだよねって言わせるみたいな流れがあって、めっちゃそれもあったね、面白い。明日の MC、 青ちゃんのモノマネ対決したいです、一人ずつ青のモノマネしてくださいかわいいね、なんかだから結構そういうのも思い出かもしれない、200回の中でも面白い、そうだよねああなくなっちゃった、ちょっと間違って違うとこ行っちゃったから、いや本当面白かったですね、やっぱでもそう研究生公演の思い出は結構いっぱいありますね、それこそ佐渡とかはカホとダブルセンターやったのもすごい思い出だし、後輩 MC も確かにやばかった、なんかヤヒが泣いちゃうとかユウがめっちゃ滑るとか、なんかもうゆなこがとにかく仕切りを頑張ってたイメージでしかない後輩 MC は、だって大声はるかさんと佐藤かえりさんと諸橋ひなたさんと富永ゆうさんですよ、なんかゆうは割とそのまま真面目というかまとめにゆなこと一緒に行ったイメージだけど、もう研究生の中でもぶっ飛び3人衆ぶっ飛び3人衆が後輩 MC にいたからだいぶ頑張ってましたね、しかもなんかあのみんなに結構後輩 MC はあの萌えキュンゼリフを言わせる系の MC が多くて、そうでユナコが仕切りでみんなに言わせて最後にユナコやっぱ言うでしょみたいな流れとかもねあったりとか、でユナコが全部持っていく可愛さをみんなそれまで、まあ、それぞれここで萌えキュンセリフって、まあ、ファンの方キュンキュンしてたと思うけど、最後一番いいところユナコが全部持っていくっていうねえ、なんかもう懐かしい、とにかく全部が全部懐かしい、研究生コンやりたいね、なんかサラがいなくなっちゃう前にできたらいい、そうだからなんかそういうなんだろう、何月何日の何公演のみたいなのまでは覚えてないけど、なんかその200回の中にもすごいやっぱり一回一回あの印象の強い公演とか、その日のなんだろう気分気持ち、多分当時はこういうことで悩んでてみたいな、その悩んだままステージ立ったなとかも含めて多分いろんな思い出があると思うから、
なのでね、なんか、まあ、200回かって、まあ、少ない方なんだろうけど、でもその中でもやっぱすごい濃い思い出がいっぱいあるなって改めて思っていて、そう今はねそのドラさん公演かアイドルエッセンス公演か、まあ、あと特別公演もカウントされてるのかな、わかんないけど、まあ、だからなかなかそういう濃い思い出を作るにはね、もしかしたら難しいのかもしれないけど、でもこれからもあの劇場公演の回数重ねていくごとに、またそのファンの皆さんもあ懐かしいねって思うようなそのやばい公演をいっぱいしていきたいとかそういうことじゃないんですけど、なんかもっともっとねその思い出深い公演とかができたらいいなって思ってます。なんだろう、ユニット公演になってからの思い出ってなんだろうね。もうカイリがさソフトサーブのところでシャーベットピンクって言いそうになったやつが一番やっぱ記憶に新しいというか、シャーペッあれが一番面白かった。ドラさん公演もうすぐ1年ぐらい経ちますけど、あれに勝てるものはないね多分歴代のドラさん公演の中で。でもまあそういうハプニングだけじゃないけど、もちろんでも楽しいそういう公演の思い出をもっともっといっぱい作っていきたいなって思うし、やっぱり今ねコロナ禍でそのなかなか劇場に来られない方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう方もあのまあ画面を通してでも一緒になんか盛り上がれるような公演をこれからもできたらいいなと。ということで改めて200回本当にありがとうございます。これからも頑張ります。でもう次があの10日ですね、ゆな子の生誕のある日でもう次が決まってて、まあ、今日昼公演で200回だったのでもう201回目夜公演がで、まだまたこれからゆな子の生誕、ひなの生誕が昼夜ってまたあるので、またこれからもどんどん頑張っていきたいと思います。劇場に出てでなんか髪型も、まあ、昇格して、てかまあユニット公演になって髪型もいろいろできるようになったので、その劇場のステージに立つ回数の分だけなんか髪型とかメイクとかそのなんだろうパフォーマンスでの成長もそうなんだけど、自分自身のその外見の成長とかもまた見ていけるくらいあのちゃんと定期的に劇場に立てたらいいなって思います。みんなにちゃんと成長を見てもらえるようなタイミングで、まあ、劇場公演はこれからも頑張りたいなと思います。改めて本当に200回ありがとうございます。でねもうあのもうすぐ1時間ぐらい経つので、まあ、そろそろ終わりにしたいんですけど、あのさっきねコンサートの詳細が発表されたかな、9時頃発表されたはずなのでNGT48 単独コンサート並びに荻野由香卒業コンサートチケット申し込みを明日より開始します。ついに明日からコンサートのチケット発売になります。はい、まずはモバイル会員姉妹グループ会員の先行受付から始まるそうです。その後一般の受付もあります。コンサートはチケットが2種類あって、これは卒業コンサートもあの単独コンサートも一緒だと思うんですけど、一緒っていうのはのどっちも見れるっていうわけではなくてあの同じ扱いなんですけど、一般指定席っていうのと特別指定席っていう2種類のチケットがあって、だから単独コンで2種類卒コンで2種類って全部で4種類あるって考えていただけたらと思うんですけど、一般指定席は1万円で特別指定席は2万5000円とちょっとお高くなってるんですけど、こっちの特別指定席のチケットだとアリーナ最前列から17列目までがもう絶対そこの前からのもう確保されている
のとメンバー全員によるお見送り。コンサートのお見送りって私あんま経験したことないんだけど、てか初めてなんだけど、コンサートのお見送りがあるそうです。楽しみ。コンサートのお見送り、 NGT48 全メンバーとの集合写真撮影、お客様複数名と NGT 全メンバーとの集合写真撮影、メンバー全員と、まあ、ファンの方数人ずつで集合写真を撮るっていうことなのかな。それがついてくる。希望メンバー1名からの直筆メッセージカードプレゼント、後日送付。希望メンバー1名からのありがとう動画プレゼント。これ3番と4番別のメンバーにするっていうのもありなのかね。どうなんだろう、一緒じゃなきゃダメなのかな、わかりませんが、4つの特典がセットされたプレミアムチケットとなりましたそうです。だってみんなはどうしますか。そうだね、一般のチケットだとお見送りないっていうことみたいだね。コンサートのお見送りって私したことないからわからん、どういう感じなのかあんまわかんないんだけどさ、みんなはどうしますか。みんなね、きっとあのコンサート行きたいよって、まあ、おしゃべり会とかでもコンサート行きたいよっていう方ね、たくさんいらっしゃったので、皆さんもちろんコンサート行きたいって思ってくださってるとは思うんですけど、みんなどうしますか。一般、特別、指定席ね、特典がいろいろついてるからね。でも確かにお値段ね、ちょっと悩ましいところではありますよね。確かに、そっか、どっちにしろ当たらないといけないんだもんね。だから倍率の問題、一般、まあでももともとモバイル会員の先行受付がまあ先だけど、そっか、一般でも、そうだよね、一般の1万円もまあまあで、ね、コンサート1万円かと私も思いました。自分がファンだったら、でもまあときめせ3年ぶりとかだったらまあ行くか、行くけど、確かにコンサート1万も正直ちょっと高いよね。あー、同時に申し込めるか、そっか、どっちがね倍率高くなるかわからないもんね。そうだね、これが、まあでも明日からまずはモバイル会員の受付が始まりますので、はい、特別指定席の方が倍率高いかなね。確かに1万5000円しか変わらなくて、前の方の席の確率も確定してて、特典がこんだけついてたら、確かにプラス1万5000円でその特典が全部ついて、席も前の方ならそっちを選ぶかもね。でも確かに倍率は高そう。確かに公演2回分と考えたら安い。あ、まあそうか、そうだね、今公演4800円1公演だもんね。確かに、いや難しいですね皆さん。でもきっとね、あのずっとコンサートのチケット、え、もう1ヶ月切ってるけど大丈夫みたいなまだ受付しないのってちょっと思ってたと思うんですけど、ようやく明日から開始になりますので、ぜひぜひ皆さん、この3年ぶりの NGT48 のときめせ単独コンサート、そしてゆかさんの卒業コンサート、ぜひ見に来てほしいなと思います。そうだよね、当たるかどうか、いや難しいね。確かに私だったら特別指定席に行くかもしれないけど、確かに同時にね、どっちも申し込めればね、もうとにかく席値段はまあ後にして、とにかくコンサートに入りたいんだってなったら、やっぱねどっちも申し込めた方がね、だよね、とにかく申し込ませてくれみたいなところあるよね。もうお金とか席よりも、まあ席がたとえ遠くてもコンサートに入れないよりかは行けた方がいいなっていう気持ちのね、すごいわかるよね。確かに難しいね、倍率とか考えたらね、一般指定にしてれば倍率低かったかなとかね、
手だったら当たってたかなみたいになっちゃったら悲しいしね、難しいね、わからないね。ちょっと皆さん、まあ、じっくり考えてというか、まあ明日から開始で、でもね、あの先着順ではなくて、これは本当に先着順ではなくて、あの普通に当選、みんな平等に、なので、あの受付期間明日から、まあチケット販売の申し込み始まるんですけど、モバイル会員については6日の10時までなので、皆さんあのじっくり悩んでどこに申し込むか、皆さんじっくり悩んでね、あの申し込んでいただけたらと思います。先着順ではないから、あのまあお値段のこともありますしね、悩んで決めていただけたらと思います。でもなんかいよいよコンサートのチケットが販売されるとね、コンサートいよいよなんだなって感じしますよね。楽しみ。てかなんかお見送りがもうあるって発表されてる時点で、もうそれもすごい楽しみです。なんかその前回ときメッセ3年前に NGT 単独コンサートやらせていただいたんですけど、その時は私たちは本当は加入して1ヶ月とかだったので、本当になんか先輩たちの後ろにくっついていくので必死みたいな、なんかリエさんの卒業コンサートの後に近くの会場でなんか記者会見みたいなのがあって、そのリエさんが卒業ドレスを着た状態で、あのなんかみんなで全員で並んで記者発表みたいなのやったんですけど、あの私たちにとっては記者発表自体が初めてで、それがなんかもうコンサートちょびっとだけで出番終わったと思ったら全員移動させられてなんか知らない穴に並べられて、え、なにこれみたいな感じだったのすごい覚えてます。本当になんか、え、もうめっちゃね、でも景色覚えてるんだよね。ときめっせの多分なんか裏の外みたいなのに10分ぐらい、ま、待って、なんか建物の中入ってぎゅうぎゅうにエレベーターに乗ってみたいな、めっちゃ覚えてるんですよ。なんかはあなたはここ、あなたはここ、あなたはここみたいな、なんか知らないうちに並べられてなんかリエさんが喋ってるのをひたすら後ろからこうやってで見てるだけみたいな、なんかすごく不思議な空間でした。そう、待ってた時は外だったけど、あの取材はねもちろん中だったんですけど、そうすごく不思議だっただからでもどんな感じなんだろうね、自分たちでもう本当にその時は先輩方が作り上げて完成したものにこうくっついていくみたいな感じだったので、自分たちで作り上げるコンサートっていうのがどういうものになるのかすごく不思議、全く想像がつかないんですけど、でもこうチケット販売がされるともういよいよなんだなって感覚がしてくるので楽しみ、頑張りますというわけで、じゃあもうね1時間ぐらい経ったので、1時間ぐらい経ったし、チケットの説明もある程度できたので今日はここで終わりにしたいと思います。明日は、そうだ、明日の話もあったね。明日はそう、エールソングスでリュートピアで開催されるあのエールソングスっていう新潟のあのアーティストさん方が集結される、まあ、県内の方限定のコンサートにはなるんですけど、そちらに NGT48 として出演させていただきます。そうで、小林幸子さんと風と一緒にっていう曲をあの歌わせていただくことになって、あ、明日来てくださる方もありがとうございます。そう、もちろん NGT48 としてのステージもあるんですけど、それに加えて小林幸子さんと一緒にあの歌わせていただくんですよ。で、私は小林幸子さんとご一緒するのは
それが初めて。なんか昔とかはね、あの一緒に田植えしたりとか、あの NGT されてしてたんですけど、私が加入してからは初めてで、そう、なんか私はあの NEXT21 にでっかくいる人みたいな、なんか実在する人なのかなみたいな感じする。すっごいローカルなネタで申し訳ないんですけど、ちょっとみんな調べてみてください。 NEXT21 小林幸子って調べたら絶対出てくるから。もうなんか私にとってはそんな存在、とにかくあのビッグな人なことはわかる、あの置いてあるのがビッグなんですけど、置いてあるのがビッグだからビッグなイメージなのかもしれないけど、直接お会いしたことなくて。そう、でもその NEXT21 っていうのは今はもうあの役所になっちゃってるんですけど、当時はそうファッションビルみたいな感じの建物の中に、そう小林幸子さんが紅白で着用された大きい衣装が NEXT21 っていうそのファッションビルの中にあの展示されていて、そうだからそれぐらいなんかもう新潟の一つのシンボルマークみたいな、そういう新潟の町に小林幸子さんのそういう大きいのが置いてあってっていう。そう、あ、調べましたか。そう、多分県外の方はね調べたら方がピンとくると思うんですけど、もう私はちっちゃい頃おばあちゃんとかと一緒にそれを見た記憶、もうそういう人、私にとってはまあ新潟県にとって小林幸子さんってなんかそういう本当にもう存在自体ももちろんなんですけど、ビッグな方で、で私は NGT48 として関わったことがないので、今回が初めてになるんですけど、そう、あのだからすごくもう新潟のスターの方と一緒に歌わせていただくっていう感覚なので、すごくあのドキドキ楽しみです。どんなステージになるのかで、あの新潟の、まあ、日向のねお二人をはじめ、あの新潟のアーティストさんがこう集結してるステージになるので、はい、ぜひ楽しみにしていてほしいです。あのコンサート自体は県内の方限定のコンサートなんですけど、オンラインチケットもねありますので、県外の方はぜひあのオンラインチケットであの楽しんでいただけたらなと思います。明日もねこうやってステージ立たせていただけるっていうことで、すごく楽しみなんですけど、緊張してる、めっちゃ楽しみですね。でも頑張ります。はい、というわけでちょっと長くなってしまいましたが、最後ランキングを読んで終わりにします。13位はゆうきさん、ありがとうございます。12位はゼータンさん、ありがとうございます。11位は今夜が皆さん、ありがとうございます。10位はシェンさん、ありがとうございます。9位はマーチンさん、ありがとうございます。8位はラーマさん、ありがとうございます。7位はタカさん、ありがとうございます。6位はヒーロさん、ありがとうございます。5位はホシーさん、ありがとうございます。4位はみのるさん、ありがとうございます。3位はとしさん、ありがとうございます。2位は山ありかもごさん、ありがとうございます。そして1位はりょうさん、ありがとうございます。改めて劇場出演回数200回お祝いしてくださり本当にありがとうございました。これからも劇場公演頑張ります。というわけで明日は、まあ、劇場ではないんですけど、ぜひ明日のステージも楽しみにしててください。そして単独コンサートのチケットも申し込み明日から始まります。ぜひ会いに来てください。というわけでありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。